ろと、タルさん。中日に来てくれ。ダルビッシュの発言。侍ジャパンと中日の壮行試合の時だった僕、バンテリンの壮行試合の時にスイートルーム買ってたんですよ。でも、結局名古屋で呼ぶ人がいなくて、どうしようって思ってたら、2日前、くらいかな？中日の高橋くんいるやんって気づいて、誰か見に来ないの？って聞いたらお母さんが来るって言ったから、お母様と LINE 繋いでプレゼントしたんです。これめっちゃいい話やん。あかん、ヒロトがメジャー行ってまう。やっぱダルって成人なんだな。呼ぶ人いないけど、スイートルーム買うのがすごい、チケット販売で前方か一般で迷う僕とは大違いや。さすがに太っ腹すぎへんか。これはダルさんがすごすぎるよ。これ高橋投手のメジャー行き確定演出やん。逆にダルが中日来るんかもしれん。立浪、おう、久しぶりやな。打ち込んか？ダルさん、中日もドジャースも変わりませんよ。マジで3位でいいのでチームを救ってください。中日で先発になって。ドラドラ情報局は、中日の現地情報や有益な情報を発信中です。チャンネル登録、高評価コメント、待ってます。